へえカスキリアーヤーえっと、今日はね、一枚のコインを完全に消失させてしまうというね、最強の素晴らしい技法をね、皆さんに教えたいと思います。 えっと、これはね、何でもコインがあれば OK。一枚コインとりあえずあればその場でできます。しかも難しいパーム、手に隠し持つ技法ね。そういうものを一切使わないでできちゃう。最高に優れた方法なので、皆さんも覚えて、キャーキャー、アハン、アハンってこうね、言わせちゃってくださいよ。じゃ、早速解説の方行きたいと思うんだけど、いいかなん行ってもいいの解説に行くよんん 早速解説の方やっていきたいと思うんですが、まあ、当然のことながら1枚のコインというのは必要になってきますので1枚のコイン何でもいいので準備して一緒に真似してみてくださいまずはねコインの握り方を教えます親指と人差し指でこのように持ちますねこのようにあんまりこう深く持たないことが大事ですねはいコインがよく見えるように持ちますそしたら中指をここに添えます中指をね添えます下らへんのここら辺に添えます そして、まあ手の中で何をしてたかというと、コインを握るふりして持ってないんですね。そして、そのコインをどこにやってたかというと、このように見えるかな。まあ、バックアングルからもまた見せるからね、最後までちゃんと見てね。このような動き、このような動きをやってました。こうです。ここに挟むんですね、親指に。ビヨンまあ展開パムみたいなもんだね。 はい、これを中指そしてここで挟む中指で押し込んできたものをこのように挟むパームですこうねこれを手の中でこう握ったように見せるんですねこのようにね素晴らしいでしょ最初これちょっと難しいと思うんだけどまあ練習すればねまあできますこれ半日ぐらいで多分できるんじゃないかなとりあえずまずはこれワンステップですこれを握らないふりをします まあ、リテンションバニッシュとも言われるんだけど、これはリテンションバニッシュではないです。んーいや、リテンションバニッシュになるのかなわかんないけど、うん、まあ、リテンションバニッシュの一種です。ね、こうやって、ここで持ってくる方法ですね。コインを、親指で挟みます。そして、これができるようになったら、今度は、これを、ここに落としてただけなんですね、実は。わかるかな前から見ると、今もうないです。ここに実はあるんですね。で、これ、角度が、 重要になってくるんですが、まあ、お客さんがこの私の手より下にいれば絶対見えることはありません。これより高くお客さんの目線がこれより高く、少しでもなってしまうと見える可能性があります。しかし、お客さんの目線が平行なお、かつ下だと絶対に見えることはありません。これはあのこういう原理になってます。うん、まあやってみればわかると思うんだけど、そういうことになってます。つまり、これは立ってやるマジックになるんですね。まあ、スタンドアップでやる方がいいです。 はい、こうきて、まあ、あまりこうテーブルのね何だろうこうお客さんテーブルに座ってるとまあ基本的に視線ってこのように38度ぐらいから見られてるんですねお客さんからねこうだからそれこの座ってやるっていうのは本当は良くないですでもしお客さんが座ってる場合があったら場合があったらってかお客さんが座ってると思ったら少し距離を置いてください距離を取ることによってコインというのは 多少上から見ても見えなくなります。ここにあるコインっていうのはね。まあ、これ、四角を使ってるんですね。はい。まあ、一番いいのは立ってやるのが一番ですね。立ってやるとお客さんの目線っていうのは必ず下になりますから。ね。このように見せて、こうすることで、ここにあるのに見え完全に消えたように見えるわけですね。はい。で、ここにただ置いてるだけです。はい。もう一度おさらいしてみましょうね。はい、このように人差し指と親指で持ちます。そして、中指を添えて。 中指で握る動作でここでこう持ってきます。で、ここで挟みます。で、このコインをただここに落としてるだけ。フル動作で落としてるだけ。これ丸見えじゃないですか。ね、これ丸見えの状態でやるとほら、ただ置いてるだけじゃないですか。なにこれってなるわけですよ。なーやそれって。でも、これをこうやってね、角度つけることによって、こうすると完全に消えたように見えるわけなんです。なにこれって感じですよね。なにこれって。まあいいや、とりあえずね、 このようにやってました。とりあえずやり方バックアングルからも取ろうかなと思ってるんでね。うん、バックアングルから一応見てみてください。やり方がよくわかると思うんでね。はい、ではバックアングルからちょっとお見せしたいと思います。まず人差し指と親指でこのようにつまみます。そして薬指、ね、ここに添えます。そして握る動作とともにこのようにここに持ってきます。もう一度行きましょう。このように握ってこの中指で押し込んでやる。 そしてここでこで、のように握ったふりをしてあとここに落とすだけ振る動作もう一度行きましょうワンツーこのような感じね簡単でしょこの動作を覚えてしまうともう完璧にできるようになりますからねはいこのようにこうですもう一度ビヨン ビヨン、ビヨン。まあ、3ステップですね。ワン、ツー、トリこんな感じです。で、完全に消えたことを示します。そして、この消した後、この処理の仕方なんだけど、このように手を重ねます。その時にまた親指で同じように、このように持ちます。ね。うんと、こう来て、こうやって消すでしょ。こう消えました。そしたら手を合わせます。で、ここでまた取ってきます。ここで。あれちょっと待って。ちょっとね、カメラと近いからね、やりにくいんだよね。 で、コインが消えましたと示して、ここで取ってきます。で、またここで落として、またこうやって出してもいいですし、ね。いろいろ出し方というのはいっぱいあります。処理の仕方というのは、とりあえずね、こうやってこのように手を合わせて、で、ここで取ってくるんです。うんとね、のこう、よりにこう来て、こんな感じ。ね。で、取って、またサムパムに持って行ってもいいし、なんでもできるわけですね。はい。こんな感じで使ってください。 いかがだったでしょうか ?1 枚のコインを完全に消してしまう方法。ね。種を聞いてしまうとこんな単純なことなのかって思うかもしれないんだけどこれは覚えて損しません。というのもどこでもできるというのがまず一つのメリットそして借りたコインでもできるというのがメリットそして最終的に両手を改められるというのが最高のメリットです。これはね本当に単純でもうバレそうで怖いなと思うかもしれないんだけど意外とバレません。意外とというかバレたこと私ないですからね。 まあ、あの角度をこうやって上から見られるとちょっとやばいんだけど、うんまあ、この平行な限り目線が平行より下だと絶対に見えることはないのでぜひ皆さんもね覚えてやってみてくださいで練習方法はねあの鏡とかねあと自分でこう動画撮ってもいいだろうし、うん、それを見て研究してくださいこうやって話したりねこういろんな角度、まあ、横から見られたらちょっと厳しいんだけどねだから横から見るときは横に人がこうやっているときはちょっとこ,うここでやんないでここでちょっとやるとかね そうすると、えー、ととお客さんのだだかからら横こでしょで。これちょっと引くことによってこうやって見えなくなっているんですね見えにくくあちょっと今見えてるね、うんまあこうやってねこれを研究していくっていうことがね意外と大事だったりしますまあ一番いいのはあの舞台を踏むというか、うん、人前でマジックを行うというのをねたくさん踏むというのが一番ね自分のためにもなりますしまあなんだろうなこう成長にもつながると思いますえと、ー とじゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。ぜひ皆さんも覚えてね、やってみてください。ありがとうございました。